カーゴルックス航空の貨物機航空貨物は飛行機によって運搬される貨物。また貨物そのものではなく貨物の運搬サービスを指すこともある。一般的には旅客機の貨物室、または貨物運搬専用の飛行機である貨物機によって輸送される。通常の旅客便にて旅客と共に貨物を運搬するケースと貨物運搬専用に飛行機を飛ばすケースの2種類がある。 特に後者を全者と区別する意味で貨物便と呼ぶ。貨物便による輸送を専門に手掛ける航空会社を貨物航空会社と呼ぶ。貨物便は使用する飛行機の機材によって、さらにベリービンとフレータービンの2種類に分けられる。旅客機を用いた貨物便。競技では旅客機ではあるは旅客を乗せず貨物のみを輸送するものを指す。ベリー瓶のベリーはお腹の胃で 通常旅客機の腹部に当たる部分に貨物室があることから名付けられた。主に旅客の利用が見込めない深夜帯に運行される。従来ベリー便として運行されていた貨物便を旅客を乗せて旅客便に転用することで増収を図る試みも一部で行われており、例えば全日空では2014年7月から8月にかけて期間限定で深夜帯に 羽田那覇間でベリービンを転用した旅客便を運行する。ただしあくまで貨物輸送を優先するため販売される座席数は貨物の積載量によって増減し、全日空の例ではおおむね総座席数の4割程度となっている。また同様の理由で乗客の手荷物の預け入れも通常より制限が厳しくなるため手荷物を持たない。 乗客用のプランを一部旅行会社経由で販売している。2020年には新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い移動制限が行われた結果、旅客需要の壊滅に伴い、平常時は6割の航空貨物を運ぶ、旅客便が大幅な減便に追い込まれる一方で、輸送需要は堅調に推移し、需給が逼迫する状況となった。そのような状況下で、 ちょうど同年に新規就航したジッペア、東京などベリービンとして貨物輸送を行う動きも見られる。貨物機を用いた貨物便。貨物機は旅客機の客席を撤去して内部を貨物スペースとしているため大型、大量の貨物を輸送できる。反面、ベリービンのように旅客と貨物の混載ができないため機体を確保、維持するためにコストがかさむ。 貨物機には当初から貨物機として製造される機材のほか、旅客機の客室スペースの座席や内装を撤去するなどして改造し貨物機として転用される機材もある。旅客便による貨物輸送は使用する飛行機の機材によって一般的な旅客機でベリー便にも使用される胴体下部に貨物室がある機材のほか、胴体下部に加え客室の一部を仕切って胴体上部にも 貨物の搭載スペースを設けた機材がある。こうした機材を過格混載機と呼ぶ。貨物が小型で、軽量、少数である場合、小型の汎用機で輸送することがある。日本では野菜や果実など生鮮食品を供輸するため、生産地に近い場所に農道離着陸場を作り、消費地である都市部へ輸送する実験が行われていた。軍隊では貨物機が足りない場合、 汎用機や昇海機などで物資を輸送している。小型の無人航空機を利用した小口輸送サービスが行われている。ありがとうございます。